こんに高は、リ橋隆子です。今月は3,280円でさ、データチャージ料金を見ていきます。5ギガで5,500円。高いですね。一旦。5ギガ、5,500円。これ、有効期限あるんですね。62日。ってことは。 っていう、いうことは、チャージやったそうですね。たぶん、60年、使わでも時間経ったら彼が減るんで、チャージやったそうです。もし3280円なんですけど、チャージしたら8280円になってます。 でも、有給は安いですね。3280円。この AU の決済料は、僕のグリーンチャンネルウェブの料金です。グリーンチャンネル、チャンネルとは、軽量のチャンネルです。他の料金体験を試していきます。僕、携帯料金が3280円なんですけど、 うちで、ね、他の業者の Wi-Fi 入ってるんで、多分携帯料金は7000円ぐらいがだとと思ってます。7000円ぐらいですね。高く見積もって。7000円ぐらいなんで、まあまあ、よしとしましょう。次のパターンも説明していきます。 前回5ギガ説明さんで、5500円高いですね。5500円。余った、余ったら置,置いとけたらいいんですけど、置いとけたらいいんですけど、結構使い捨てなんで、チャージは有効期限があるんがネックなんですよね。 1>, 1ギガ1100円。これも結構高いですね。5ギガの方が若干安いですけど、まあ、あまり変わりない、変わあまり変わりはないですね。0.5はちょっと高いですね。結局、まあ、チャージは損ということで、説明していきます。もう、UQ 安いですね。今、 三千二百八十円使ってるんですけど。毎週携帯代三千二百八十円です。節約制。で、どっかなえー。 まあ、ドクがまとって5.74する。まあ0.26しか使っちゃないです。1回ずで。 これ、エンタメとか入ったら、損の始まりです。みんな、気をつけてや,やっていきましょう。Wi-Fi やイイったら、UQ が、Wi-Fi イイがあったら UQ がお得です。